土曜日のもうね恒例で、すいません犬が好きじゃない方には申し訳ないですが、ご苦労さん、ね、今日いっぱい来て可愛がってもらったね。どうした、遠い目して、遠い目してどうした、ああ埃がいっぱいついちゃったねこれ、いいもんないね、ちょっと撮影に行ってくるから待っててね。ちょっとあのレボーブのあのすごい全損事故がありまして、でレボーブの全損事故があって裏の駐車場しか置けないもんですから、あのこういろいろ漏れてますのでね、ダメージのないところに今あの置いてるんですけど、後から掃除もしやすいところによく目立つんですよ、ね、よく目立つで、まあご近所がねこうやって死人が出たんじゃないのなんてねやっぱ思われる方もあるので、でご近所の方向けにねやっぱり ご心配なくとご心配なくってね、ドライバー無傷ですってちょっとちっちゃくねあの張り紙貼ってね来ました。そうしないとねやっぱり気持ち悪いじゃないですかね、血がついてるんじゃないかとかね、車赤いのでね目立たないだけで、でもやっぱりそういう配慮しないといけないと思うんですよね。あの事故車ってすごいですからね、今あの壊れ方がね、なんともなくピン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 してるんです。さっきいらっしゃってたんですけどピンピンしてるんです。よかったですよね、車はねあの物の損害だけで片付くし、単独事故なのでね他人を巻き込んでないので、ちょっとやっぱりあの朝晩の寒暖差が激しいですし、まだ雪降るときは降りますのでね、あのスリーヘッダーのスタッドレスで、まあ今年今シーズンこれでいいやってごまかしてる人が今あの重大事故を起こしがちですので、十分ね十分ご注意いただきたいと思います。ね、今日はもうみんなから散々やらして髪型が変だとかね、ひどいですよね。もう鏡を見たのとかね、見とるわいって。なんかやっぱり最近、髪の質が劣化してきたのか収まりがね、悪くなってますけど。お前いいな。何を求めてるの？あれどうしたの？何を求めてるの？ちょっと留守番してて。お前いいな、こんなにふさふさ生えてて黒い毛が。黒い毛がふさふさじゃん、ね。ちょっと待っててね。撮影行ってくるから。ね、ということでやっぱりスバルの車はまずぶつからない、ね、これも大事なんですね。これがやっぱり一番分かりやすいですよね。わけですけども、ぶつからないっていうことも優れてるんですが、ぶつかってからのねやっぱり安全性の高さというのはこれが世界中で評価されているということをやっぱり改めてね忘れちゃいけないなっていうふうに思いました。それからあのぶつからないようにする、まあ、ためのこの視界の確保ですよね。見切りのいい、車を作る、ね、できるだけ死角を作らない、そういうその車作りもやっぱりスバルならではかなというふうに思います。今日はこの青い、紺色のね、紺色の車をニュースするために視聴者は社長好きですねと思うようです。黒とか紺が好きでしたね。アルミホイールがついてて、アイサイトがね、ある。でこの頃なので、宇宙スタートで、パワーシートにはなってないですね。で、4輪駆動のやっぱり2リットルですね、TOC っていうあのオプションコードですので 20IL、ね、だと思います、ね。やっぱりこの
ね、このスポーツもかっこいいですよね、このね、ね、この感じがね。で、あとになってですね、こういう形じゃなくなった理由っていうのは簡単なんです。数値的に大きくしたいじゃないですか。そうするとこのラインをできるだけこっちに持ってた方がいいですよ ね。で、こっち持ってっちゃって単独のランプだと、ちっちゃくなっちゃうんで、で、こちら側にもね、入るとね、そういうデザインに変わってたんですね。まあ、ただその形にはやっぱり好き嫌い好みがありますよね。で、ああいうこの後ろから見た何とも言えない、あのどっから見ても XV もそうですし、このスポーツもそうですけども、後ろにこう遠くからついてもですね、ああインプレッサだって分かるわけじゃないですか。で、そういうあの作り込みになってるっていうのはね、とってもいいですよね。見てますね。行ってくるからね。ちょっとおとなしくしててよな。ね。ちょっと行ってくるからね。ずいぶん、やっぱり、もうちょっとで、あと、本当にあと、2ヶ月弱で3歳になりますので、毎週、ちょっとこう連れてくるたびに最近は1週間でも、結構様子が落ち着いて変わってきたので、相変わらず知らない人には来い来い来いってママ言うんですけども、それでも、もう分かってるしね、そのこと一切やらないし、もう嬉しそうにするのでね、顔を見てやっぱ大人になったなというふうに思いますけども、まあ、どんなものでもそうですけど、馴染んでくるっていうね、馴染んでくるっていうのは大事だと思うんですが、車もね、肌に馴染むと本当に可愛いですよね。馴染むってのは大事だと思います。で、この車は4万7千キロ走った車なんですけれども、まあ、四駆でね、アイサイト付きで、5万キロ以下の、しかも純正ナビついてます。 ETC カードが投入されていません。なかなかね、このおすすめの1台だと思います。さあ、これを今日かなと思います。いや、やっぱりその低速トルクがあるんで、もうスムーズに出てきますよね。占める割合がかなり大きくなってますんでね、まあ、新聞のこの流れがね、これから
どうなるかよく分からないですが、まあ、ゼロになるということはね、やっぱりその社会に必要なものだと思いますね。新聞はゼロになるということは、まあ、ありえないと思うんですけども、やっぱりあの一人暮らしの方で、もうこう届けてもらわないと世の中の趨勢が分からないっていう人もね、やっぱりあると思いますしね、その新聞見ないとね、まあ、それとやっぱり新聞見るのは習慣ですので、でその新聞にこのチラシが挟まってくるっていうのを楽しみにしている方もあると思うので、それはいろいろですのでね、うちも、新聞折り込みはもちろん続けますけども、部数はね減りましたね、減らしましたしね、随分減らしましたし、実際あの新聞のこのチラシを織り込むために配布数っていうのを出していくんですけど、まあ黙ってるとね、全然昔のままにしてて、先方がわざわざねこれだけに減りましたなんて言ってくるわけないのでね、ちょっと僕もうっかりしてましたけど、何年かぶりに調べたらものすごい数の変化で、驚きました。まあ、そういう中でまたなんか織り込み量が値上がりするっていうことですのでね、まあ、そういうふうにしてざるを得ないのも分かるんですけども、そうするとやっぱりいろんなものがね、ウェイトが変わっていくので、まあ、世の中ね、やっぱりこういわゆる不景気と流行の中でこう変化はありますよね。まあ、ふと考えたら、ね、テレビをですね、よく考えたら全然見てないんですね。あれだけ、ね、家帰ればテレビってこれも習慣でテレビ入れてたんですけど、昔はね、このもう2年間は全然そういうことがないし、でも見てたんですよ。結構あのポツンと一軒家なんて経営なんて見てたんですけども、あのここ本当1年本当に1年ちょっとですね、もうあれぐらいシェパード大きくなって、まあ大人びてきたので一緒に飯食えるじゃないですか、夜ね。そうするとテレビのないところで食事するわけで、その代わりに携帯電話が近くにあるので、モバイルフォンを置いて、モバイルスピーカーを置いて携帯電話を動かすと、音楽であろうが YouTube であろうが聞けますんでね。そうするとテレビを、僕の場合だともう朝、6時40分ぐらいには出勤しちゃいますから、家にいないんですね。で帰ってくるのがもう9時ちょっと前ぐらいで、もう帰ってきたらそのまますぐリクトを外へ出して運動して体拭いてご飯食べて、一緒にご飯食べて風呂入って寝るのパターンなので、もうテレビをスイッチ入れる時間がゼロになっちゃったんですよね。だから随分生活が変わったんですけど、全然それが困ったとか不満なところはないので、まあ、そこに持ってきて、ちょうどテレビ見てもね、もう僕ね、ダウンタウン苦手なんですよ。あのダウンタウンが出てるとペットチャンネル変えちゃってて、だんだん見るのがなくなってきてて、芸人ばっかりじゃないですか。まあそんな時になってたので、もうテレビ見なくなったのは必須かもしれませんし、あの人が、まあ、気分悪いななんて思うような人だから、まあ、ああいうふうに、問題になっていろいろと揉めてるようですけど、まあ必然だったのかなというふうに思いますよね。これからテレビ界も大変ですよね。みんな大変ですよね。僕ももう今の業界も構造がかなり変わってて本当に大変なんですけども、さあここで、ね、この車には S モードがありますので、それを選択してみたいと思います。これはステアリングのホイールにですね、 S モードのスイッチがついています。はい、入れました。セレクターレバーの横ではなくて、こいつはもうですから SI ドライブと呼ぶようになったタイプですね。ステアリングポストの右側に、これね、フィーリングがですね本当にスポーティーなので、左足でですねクラッチ切りそうになります。今もちょっとピクッと左足が動いたんですけども、MT 車乗ってるような、本当にそうです、 MT 車に乗ってるような錯覚をですね、ここで今一足落としたいなってこう感じる。もちろんパドルでやればいいんですけど、今みたいにパドルでやればいいんです。
体に染み付いてるこうリズムっていうのがあって、シフトアップして、コーナー入りますよね。これぐらいならまあコーナーでこのままそのギアを保っていけばいい。これ CVT なんで自動的に減速してきますけども、でこのリズムで走ってる時にポンとこう一速下げてですね、クラッチ踏んで、ギアを入れてってやるんですけど、そのクラッチ踏むタイミングにこう、ね、こう右足左足がですね思わずこう探って動きますよね。踏ん張ってあのフットレストを踏んでるんですけども、足掛けてるんですけど、本当にそういうこのコーナリングのこの粘り方、この粘り方、しょぼいタイヤですけどね、よく粘る、しょぼいタイヤですよ。こういうところはこういうふうにずっと粘ってくんですよね。面白い車ですね。スポーツにはやっぱりスポーツのかぐわしさがありますね。かぐわしい車ですよ。ここら辺もこれぐらいの速度でコーナリングするときは、逆に言うとステアリングだけに集中して立ち上がってアクセルだけですよね。そういう時にはこれは踏み込めば適切なギア比に落ちるので、ね、オートマチックの俊敏さがね、もろに出ますよね。下手にパドルシフトするよりもステアリングに集中しながら右足で、ね、欲しい、ギア比をこう踏めば得られるのでね、こういうところは逆にこっちの面白さがだんだん逆転してきますよね。こんなとこは絶対ここで減速しなきゃいけないわけですよ、ね、クラッチ切ってね減速する。これオートマはそんなことする必要ないので、別に、まあ、ポンポンってパドル操作する必要もないんですけども、まあ、なんとなくそういうことがねやりたくなる車ですね。さあということで上まで来ましたので、これからね下に向かって戻っていこうと思うんですけども、インプレッサって独特なやっぱり世界観がある車で、僕はよく、車って車何が好きって言われるんですよ。スバル車の中でどれが好きですかって言われると、やっぱりその思わずインプレッサって言っちゃうんですね。他にもいろいろあるんですけど、思わずインプレッサって言っちゃうんですよね。そのやっぱり源流にあるのが1300G がやっぱり一番好きなんですね。スバル 1300G、 あれが好きなんですよ。あれも最後の方に出てきたスバル1000の系列の車なんですよ。あれがもう昔から一番好きでして、でスポーティーさっていうのはまたちょっと表現のしようのない良さがあるんですけども、まあ車の直径ですよね、やっぱりインプレッサーは。やっぱりそのこうにこのレオネじゃないんですよね。レオネとからまあレガシー行ってるわけですけど、またレオーネとレガシーも全然違う車でしてね。でレオーネも悪い車じゃないんですけども、やっぱりいろいろとスバルのまだ苦しい時代に頑張って屋台骨支えたんですけども、まあいろいろとね惑いのある車でしてね、いろいろと惑いのある車で、まあ、そこがまた面白くって、アルシオーネみたいな車が出てくるわけですけど、あの時代のレオネ系でやっぱりすごく心惹かれるのは僕はアルシオネなんですけど、あれはスペシャリティカーで、ね、用途が限られていてですね、でトータルでいくとやっぱりレオネっていうのも良かったわけですよ。バンとかツーリングワゴンとかね。でもやっぱりインプレッサのような魅力はなかった、残念ながらね。そういう魅力はレオネにはなかったですね。ところがね、インプレッサはやっぱり最初からWRC に出すために作られたっていう明確な目標を持ってたからでしょうね。まあ、もちろんその中間車種として、ね、スバルのラインナップ増えるっていうのが一番実は大きな目標なんですけども、それよりも、ね、逆に僕がインプレッサーを何のために作ったのかって言ったら、世界平和制覇するためだって役員がいましたからね。商品懇談会でね、全国から7人ぐらい集まってたんですけど、インプレッサーは何のために作ったんですか、議事録が出てきましたね。機会があったらまた、取り上げたいと思いますけど、世界制覇するためだ、それは議事録から削除されてるかもしれませんけど、世界制覇をするという、ね、野望に
した、まあ、車ですからね、やっぱりどれ乗っても面白いはずですよね。すごくいいですね。綺麗だし、ステアリング見ると分かりますよね。これ全然傷一つないでしょ。これ持つところ見るとね、大体車の使われ方分かるんですよね。これはね、綺麗な、なりましたね。1日がこの明るい時間がね、ずいぶん長くなりました。もう今5時回ってるんですよね。まだそんなになってない。5時15分ですよ、まあ、5時15分でこんなに明るい、ちょっと前までは真っ暗だったんですけどね。あ、地球はね、本当に速い速度で回ってますよね。あの太陽の周りをね、回転速度ってどれぐらいでしたっけ。1秒で35キロぐらい行くんでしたっけ。ね、自転か公転か分からなくなっちゃったんですけど、1秒でいいだって覚えてるのがあったんですけどどっちだったっけ、忘れちゃいました。本当季節が変わるのはあっという間ですよね。もう春ですよね。こういう、ね、この後も急に、ね、寒くなったり、しないで、ね、安定した気温変化が続くといいと思うんですよね。
ぐっと一日の疲れが押し寄せてきますよね。もうしばらくまだいろいろやることがあります、ね、頑張ろうと思いますけど、今日の土曜日の動画、インプレッサスポーツ、なかなかの乗務です、紹介することができて、天気のいいねシチュエーションで紹介できることができてよかったと思ってます。まあこの車を、ベースにして初代レヴォーグっていうのがやっぱり出来上がってきてますので、安全性のね、凄さっていうのがね、いかに、すごいのかと、いかにすごいのかということを、ご理解いただけると思うんですけど、この車もすごいですよ。非常に乗ってても質感も高いですしね、カチッと質感が高くて身軽に感じるっていう、なかなかこういう車ないんですよね。軽いんだけども、どこがやっぱり剛性感がこう薄っぺらいってやつはいくらでもありますけど、こういうフィーリングの車ってめったにないというふうに僕なりにそういうふうにインプレッサーは捉えてますけど、はい、かなり軽かった時代のね、インプレッサーいかがでしょうかね。今日はこのインプレッサの紹介で終わろうと思います。ありがとうございました。